タメガイ潤と蜂須賀舞のアハン、イエーイ。皆さんこんにちは。こんにちは。もう今日スタジオに入った途端に舞ちゃんが、はい、おさむございますっていう本当にまた寒い日が続いちゃってますよね、はい、ちょっとね一時暖かくなったり寒くなったり、うん、体調気をつけていただきたいと思いますけど、うんうんうん、なんか喉がおかしいっていう人がね結構多いるんですよね、うん、なんか花粉なのか社長ともそんな話 してたんですけど、花粉なのか風邪なのか、まあ、インフルはないと思いますけど熱が出るからね、はい、ならないと思いますけど、うん、なんかそういうちょっと 不調を訴える方結構多いんですけど、どうですか、おまちゃんの周り。そうですね、うん、私の周りも結構喉痛いっていう方多くて、うん、あなんか風邪なのかなとか、うん、花粉なのかなとか。まちゃんは大丈夫？私は大丈夫です。師範はどうですか？元気。あ、私元気です。元気。師範はね、言わんても、まあ、まあ、バカが味がないとかよく言いますけども、本当なのかな、なんか。どうなんですかね。今のところ、うん、でも気をつけようかと思いますけどね。はい、うん、元気、元気で。皆さんも本当にお元気でね、うん、もうちょっとで暖かくなりますから、はい、ね、もう少しの辛抱ですからね、皆さん、うん、ぜひ体調をお気をつけいただいて、お過ごしいただきたいと思います。はい、さあ、一発目の映画トラバース、今日はマイキーに、はい、映画トラバースのコマーシャル初、もう、ま、お任せということで、はい、ちゃん映画トラバースのコマーシャルお願いします。現状のことお願いします。まず、はい、はい、ではまずはこちらです、はいはい、まず全台湾、はい、全米、全英、全独で配信中です、はい、でこちら、Amazon UK、 あ、 US とか、はい、これが全米ですね、はい、で Amazon UK さんとか、これは全英、はい、イギリスですね、で Amazon DE、 はい、これはどこですか？ドイツ。あ、そう。ドイツ、はい、それから台湾各配信の会社と、はい、はい、続きます。そしてこちら、はい、今です台湾で、うん、もう DVD、 DVD 好評好評絶賛好評発売中、はい、はい、なんですね、はい、そうなんです。ありがとうございます、はい、そしてですね、はい、捨ててはいけない国がありますよね、はい、もちろん日本でも、はい、はい、こちら、はい、はい、DVD とそれから配信サービスしています、はい、はい、でこちら下に行きますと、うん、はい、配信見放題サービスの Amazon プライムさん、UNEXT さん、それから配信サービスさんがずらっとこう並んでおり、はい、DVD はですね、なんと本編60分プラス特典映像が、本編96分ね、あ、やだ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 96分、もうや、やだやだやだ、そんなに省いちゃう、やだやだやださすがマイキー。プラス36分もちょんぼです。いかんですね、どんどん。で、プラス、DVD の特典映像が142分となっております。はい。はい、こちらも、はい。はい、ぜひ、ね、映画トラバース引き続き。そして、もう今ずっと言ってますけど、世界30数カ国に、はい、配信が今控え最中ですので、うん、もうぜひトラバース今後のことも含めてですね、皆さんの応援したいですので、ぜひトラバース、はい、ロングランですけど、可愛がっていただきたいと思います。マイキーありがとうございました。はい、さあ、そして映画トラバースといえば岡田裕樹監督ですが、岡田裕樹監督の山戸岳、こちらもね、この番組でずっと引き続き、応援をし続けているこの映画なんですけどね、マペットムービーで、マペットとリアル、マペットというのは人形劇ですね、人形劇とリアルを織り交ぜて、ヤマトタケルの神話の世界を織りなすこのヤマトタケル、実は、これ今絶賛、撮影中なんですけどね、今人形劇ですから、人形劇のパートをね、人間もお稽古がありますけど、人形にもやっぱお稽古重要なんですよね。ですからお稽古中と、それから出来上がったところの撮影に入っているという情報をいただいていますが、実は今度2月の24日土曜日、大阪府羽曳野市にあります四天王寺大学大講堂で、この番組でも何回もこれねお伝えしているんですが、もうすぐです、四天王寺大学の大講堂で13時から15時半、定員は500名の方なんですが、これもう参加費は無料です。ヤマトタケルシンポジウムが行われます。第1部の講演は四天王寺大学学長さんの諏訪良昌司さんという方が、ヤマトタケルについての、まあそれはいわゆる基調講演ですね、基調講演を、してくださるそうです。第2部は我らが岡田裕樹監督登場で、声優の松本里香さん、プロデューサーの田中健二さんとともに、
はびきのから世界へ映画大和たけるへの思いというね、こういう、対談があります。これ大和たけるの、ね、シンポジウム、実はこれ、ね、知らなかったんですけど、毎年ね、大和たけるはこれ、羽曳野市の、まあ、言ってみればゆかりの伝説ですから、何らかの形で、ね、シンポジウムをやってるみたいなんですね。でも今度は映画がありますから、大々的にね、行われるということで、皆さんぜひ、自分も伺おうと思っていますので、ぜひ会場にね、あの私は お声掛けいただきたいと思いますけれども、はい、このシンポジウムふるって皆さん大和たけるの応援に来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。監督頑張ってくださいね。はい、ということで、ほら小町、はい、待ってました小町、はい、小町の小前小町のインフォメーションお願いします。はい、では、はい、こちら、はい、小前小町の撮影会を向山緑地梅林園で行います。はい、で今回の日付は2月25日日曜日11時から12時の1時間で撮影会を行います。はい、参加費は無料です。それから、この12時を終わった後は有料撮影会となります。はい、詳しい内容はこちらの株式会社東愛知ウェーブまでご連絡ください。はい、お待ちしております。こちらの、はい、ちなみにモデルさんはどうなったんですか。モデルさん言ってないですよね。私でございます。そうなんです。ね、小前小町としか言っていないんですけども、はい、小前小町はもう8日前ですから、はい、私でございます。8日前ちゃんがもう着物とかで、ね、 はい、もう本当に絢爛豪華な撮影会になりますので、うん、ぜひ豪華絢爛か絢爛豪華どっちもいいのかな。、ね、はい、梅と8日前お楽しみいただきたいと思います。はい、ぜひ振るってご応募よろしくお願いします。お願いします。はい、なんか見ていただいてる、はい、はい、あのメッセージいただきました、うん、満島さんっていうね、はい、独自路線の担当方です。自分のトーク会のね、久々に生配信見れたという、うん、満島さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。結構頑張ってくださいね。はい、ということで、今日はおすすめ映画スペシャルです。イエーイ。はい、さあもう映画スペシャルね、もう今回ね、長峰さんっていう、映画評論家の、まあ、友人がいるんですけど、はい、映画評論家の友人からね、楽しみにしますよ今回のラインナップ。お、はい、事前にね、書き込みいただきましたよ。はい、だって映画評論家ですから、ね、映画評論家の方の前でね、これなんかこう映画を配信するのもね、なんか恐縮な感じがするんですけど、まあほら、もう映画好きののが、うんうんうん、もうだから一生懸命お伝えすればきっとね、ということでラウミエさんもきっとご覧いただいていると思いますけども、はい、さあまずは自分のおすすめ映画から、ご紹介させていただきたいと思います。今回は、はい、ザ・ウォークというね、歩くっていうんですけど、歩く場所がもう普通の場所とはその辺ブラブラするのとはわけが違う。地上411メートル、411メートルってどこだと思います。地上411メートルですよ。どこですか、ね、当時世界最高層ビルと言われた、もうちょっとね、9.11 のテロで亡くなってしまいましたけども、ワールドトレードセンターツインタワーがこれ出来上がる直前の話なんです。出来上がる直前にザ・ウォークどこ歩くんじゃって言った時、ツインタワーとツインタワーですか、2つ並んでますよね、その間を幅 2.2 センチのワイヤーの上を、なんと命綱なしで渡った男の物語なんです。もうこれ聞いただけですごいヒヤヒヤします。すごい。しかも物語って言ったけど、うん、実話です、これ本当の話なんです。うん、でね、このザ・ウォークっていう方は、うん、俳優さんが主人公、本当にいた主人公を演じてるやつなんですけど、実はねこれの前にね、うん、ドキュメンタリーで本当のまあ、ドキュメントの映画もできてるんです。これマン・オン・ワイヤーっていうの、そのまんまですけど、はいはい、ね、ワイヤーの上の男っていう、まあこれね、うん、命綱なしですけども、本当にね、感動もしたしね、その映像でもね、自分がね渡ってるような気持ちになってね、なんかねこう
あの高いところから下を見てわーってなるときあるじゃん。あります。映画見ててあれになったら初めてだからね。びっくり。でもすごいです。これがね、これ映画の1シーンなんですけど、これすごくない？これすごい。411メートルの高さですよ。これは鉄を持ってるんですか？あのね、あのほら、ヤジロベみたいに長い棒を持ってる方が実は安定するんですか？そう、安定するんですよ。ヤジロベとか戻ってこれるじゃないですか、こうやって、はい、うん、だからほら、危ないって言った時手でこうやってバランス取ったりするじゃん。あの体操選手もこういう風に。あれもこれの一つで、それが長きゃ長いほど復元力が高いみたいな。俺ね、それ本当かなと思ってさ、やったんですか？いやいやいや、こんなことできるわけないじゃないですか。もうさすがね、まえちゃん。でも先に、いやいや、恥かかせないからさ、やったんですよ、やりましたよって言いたいけど、やれるわけないやろよ。だからあの道場でね、アホのようだけど、コンってあの武器、あれ持ってね、どうなのかなと思ってこう歩いてみたら、やっぱりね、なしと比べてみたら、やっぱりね、こんぐらいの長さ、180センチそこそこですけど、あのそれでも安定するもんね、やっぱりね。だからヤジロベイの論理って物理だけどすごいなと思って、まあそんなことはいいんですけど、これ見てください、これですよ、これ皆さん分かります？このもう何にもないとこ見たいですけど、ワイヤー渡ってんですよ、これ。これはまあ映画のワンシーンですけども、はい、さあ本物の方はこの方で、これ本当の人です、これは。その時の、うん、これで、こっちの方はこれなんかびっくりする。どんどん今日はどんどん先に見せちゃいますよ。これ見て、これこれ CG じゃないからね。これは本物のマンオーワイヤーのシーンで、本当にこれやってるよ。へー、すごいですね。この放送さ、命綱なしよ。できないですよね。あのさ、もう足の幅でもできないよね。うんうん、さあということで、ここで終わっちゃダメですよ。始まりますけどね。はい、フランスの伝説の綱渡り大道芸人フィリッププティさんっていう方の伝記映画です。これ実話っていう、本当に実話なんですね。このザ・ウォークは2015年制作のアメリカ映画です。ザ・ウォーク、はい、監督はロバート・ゼメキスさんという方、主演はジョセフ・ゴードン・デビットさんという方なんですよね、はい、ザ・ウォーク、はい、ここからご説明していきますけど、フランス人のフィリッププティさん、もうこれは本当の方を出しましょう。この方です。フィリップ・プティさんは8歳の時に見たサーカスの綱渡りに魅せられて、独学ですよ、誰にも習わずに、はい、独学でいわゆる綱渡りをはじめとした大道芸をどんどん身につけていきます、はい、各地で危険な綱渡りをたくさん成功させていったフィリップさんは、1973年にワールドトレードセンターツインタワーが411メートルの110階の高さでできるよっていうことを耳にします。これフランス人ですから、フランスに行ったんですよ。さあ、これね、たくさんいろいろやってきたけど、世界一高いところでやりたいって言い出した、うん、それは仲間の人たちはまあアホかっていうか、うんうん、でもやりたいんだと。なんと仲間を集めてゲリラでやらないと捕まっちゃうんだよ。だってそんな危険なことさ、許可を出したって言ったら誰が、あ、いいよとかって言わない言わないいいよ、やれよみたいな、言わないから、うん、だからゲリラでやる計画を立てるんですね、うん、で協力を依頼した最初友人たちは口々に、うん、お前バカかって言う、うん、頭いかれてんのかってバカかって言ったんです。そしたらね、俺この言葉にまたね、空手バカのため外人は、ね、頭を打たれちゃダメだな、心を打たれたんですけど頭を打たれたって言いそうになっちゃったよで、フィリップさんね、うん、そうだ、俺らバカだ、こんな計画バカにしか思いつかないって言うんですよ、うんうん、でもバカにしかできないことがあるんだ、バカにしかできないことをやることに価値があるんだと言い放つんですよ、うんうん、なんかみんなちょっと胸を打たれるわけですよ。まあ、周りの仲間も言ってはバカバカですから、バカっていろんな意味でこうちょっと破天荒な仲間ですよ、うん、でもそのバカの中で一番バカですよね、うん、だからバカにしかできないことがあるんだ、うんうん、バカなんだからとことんバカでやりたいんだっていう、このフィリップさんに胸を打たれる。これしびれたな、この言葉言ってる時のフィリップさんの。そして綱渡りの名人達人と言われているパパルディさんという、まあ言うとね、
そのフィリップさんのねパパぐらいの本当に年の方、うん、もう職人みたいな人ですよ、うん、がに、まあ、弟子入りするわけですよ、はい、で特訓をしないとやっぱりいくら上手くても ね、うん、そうですね、もうだから名人について特訓をするわけですよ、うん、あまりの危険さにそのパパルディさんですらちょっと息子のように可愛いんで、うん、あのさ上じゃん命綱つけてもこの足のところに巻いて、はい、でこうワイヤーにつけて命綱つけても下からじゃ分かんないから命綱つけろって言ったんですよ、うん、そしたらねフィリップさんね、はい、実はあなたに教わった一番大事なことを守りたいんですって言うんです。パパルディさんに最初に教わったことを守りたいんだ、うん、パパルディさん何だろう、うん、俺 何言ったっけって言ったら、うん、舞台では嘘をつくな、観客は演じての心の中を見通す教えてくれたじゃないですか、命探してやりたいんですってあそこうんすごくグッとくるでしょ、うん、で パパルディさんはパパのようですから、うん、フィリップさんの、うん、それでも喧嘩になるほど揉めるんですけど、うん、ついにその負けて言葉通りにやろうということで、うん、これはさらに親子のような絆になって二人は成功に命をかける特攻するんです、うん、ね、特訓つってもこういうのばっかりじゃないんだな、やっぱもう特訓するんです、うん、そしてゲリラでやるために現場の徹底調査をするんですよ。ああはい、そう警備がいつ入るかとか、そういうこと、そういうことですか、それから資材とかそういうのも運び、そう内緒で運び込まないと、ああそうですね、そこでガラガラなんて持っていってるからそうだからもう徹底的にそういう調査をしてそして当日を迎えなきゃいけないんですけど、これはまたねかっこいいんですよ。フランス人の方ってやっぱ芸術家なんだろうな、うん、うん、モチベーションがね、彼らのモチベーションっていうのは常にね、はい、美しいことをやり遂げたいと、うん、うん、ね、なんか美しいことです。フランスの画家の方でもそういう感じじゃないですか、なんかね、うんうん、美しいこと、芸術の国フランス人らしい大道芸にも美しさっていうのがあるんだ、うん、結婚日は1974年8月7日と決めました。近づいてくるにつけてこのフィリップさんの精神状態はどん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 追い詰められています。当然恐怖とか焦りとか ね次第にこう周りの人にもこう当たり散らすというか、あーあーみたいになっちゃうとかね、はい、うん、まあ巌流島の前のね宮本武蔵と佐々木小次郎でもね、なんかねそういう佐々木小次郎さんという人はすっごい強い人だったんだけど、うん、前日のね夜の夜中にね弟子たちにね起きろーみんな起きろーってこう取り乱しちゃったっていうね、うん、あ小次郎先生ほどの人がっていうエピソードがあったって言いますけど、やっぱりね死がかかってると大変ですよね。もう本当にこうメンタルを維持するのが大変ですね。いよいよ結婚日、はい、1974年8月7日、うん、夜中にビルに忍び込んで夜明けまでにやらないと警備員の目を盗んでね、うん、ビルの間にこうワイヤー張ったりとかもしないと、夜明けを過ぎちゃうともう警察が来ちゃっておいダメだよって言われちゃうので、うんうん、もう夜明けとともに歩き出すという計画ですが、もう夜中中に両ビル間にワイヤーをこう張らなきゃいけないです。結構オーバーしたらアウトということになります。仲間たちと決死の作業をやったけど途中でワイヤーが落ちちゃったりとかね、いろいろあるんですよ、うん、でもまあそれを決死の作業の末いよいよついに決行ということになります。夜が明けて遥か下にはたくさんの人たちがこうなんだなんだなりますよね、うん、最高の舞台が出来上がったぜっていうことで、ビルの端っこのこう先端にフィリップさんが立つシーンがあるんですよ。スーッてその時ねこう全てが無になってね、こう雲にバーッと割れてね、天に向かってね一本のワイヤーが天に向かって伸びてるだけに見えるんですよ。美しい、美しい、そう、うわそうね、さすがマイキーそこで美しい出してくれた、そう、まあ、それだけの感覚。さあいよいよ第一歩を踏み出すフィリップさん、うん、わーって落ちたもん命じゃないですからね、はい、まあねその時のねシーン見るとね震えるほどな感じがしますよ。なんかこういろんな意味で怖さもあるけどこう、うん、その神々しさというかね、うんうん、さあそして411メートル高さの細いワイヤーの上で彼がたどり着いた境地にまた鳥肌が立つようなシーンがあります。さあ
彼は無事に渡り切ることができるのかここからはもう言えません。映画を見てください。はい、はい、果たして落ちて亡くなったのか、やめてくださいそんな、ね、それともそんな。でもねどちらにしてもね、彼がたどり着いた境地を表すシーンがあるんですよ。それがもうたまらん本当に。ということで皆さん、はい、ザ・モークぜひご覧いただきたいと思います。はい、コメントをいただいてます。うん、あ、ハグゼンさん。ハグゼンさん、あのもしかして、高所、読書ですか。ハグゼンさんは映画、トラバフのアクション監督の、ね、俳優さんでもあります。ハグゼンさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ね、ああ、この映画は無理だ。絶対に見れないです。これ高所恐怖症なのかな。でだけど川口さんアクション俳優なのにねアクション監督ではあるし、ね、アクションね、まあ、結構高いところにでもね、うんうん、まあでも川口さんと違ってこっちのこっちの方ですからね、うん、アクションでもねまあうんでもあ無理だとかって絶対見れないですとか高所恐怖症はいはいありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、ということで、映画トラブスの支援 VTR ぜひここで、はい、あの全米全英のねせっかく舞ちゃんが、はい告知してくれましたのでそれを見ていただいた後に後半舞ちゃんの映画を、紹介していただきたいと思います。はい、それでは VTR スタート。トラバース引き続き応援のほどよろしくお願いします。さあ後半のまいちゃんのおすすめ映画よろしくお願いします。はい、私のおすすめ映画はこちらです。はい、うん、はい、湯道ということで、湯道道がついてるじゃないですか。そうなんです、道がついております。これは聞いてならんな。はい、はい、建築家の四郎は亡き父が残した実家の銭湯をマンションにしようと起床する。しかし銭湯を切り盛りしてきた弟五郎は都会へ出た四郎の案に反対し冷たい態度を取る。ある日ボイラー室の騒ぎで入院した五郎に代わって四郎は銭湯の店主として過ごすことに、という感じの物語なんですが、まあ、こちらまあ湯道とか書いてある通りこう銭湯の物語なんですね。で、まあ、こちらであの編集スタッフさんがあのこの湯道をうん、見たということでちょっと感想をここで伝えてください。はい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 、はい、この作品は心温まるものでした。うん、お金よりも大切なのは人の心やその心がつながる場所。うんう
自分もよく銭湯に行くのですが、うん、少ないお金で気持ちをリセットでき、うん、新しい自分に出会えます、うん、映画の中で良かった名言、うん、人は裸になるとみんな同じ、うん、だからもっと気楽に自分の好きなことを自由に楽しんでいい、うん、人生の中でどれだけの小さな幸せに気づくことができるか、それが大切、うん、そして感謝の気持ちはきちんと伝えるべきと感想が書いてあって、私も本当にそうだなってこう改めてこうこの映画を見て感じて、でこれ、はい、ボイラーで弟さんが倒れて、そうお兄ちゃんやると、お兄ちゃんやると、でこれ銭湯の物語なんですよね、はい、今の感想にこう至るこうなんかちょっとしたこうエピソードはどんな、どうしてそれぞれのこちらの、うん、まあ、出ているキャストさんのそれぞれのこう、はいはいはい、なんか物語がありまして、うん、でその物語の中の一部でこの感想に、じゃあ銭湯に来る人たちの人間模様がそうなんです、そうなんです、オムニバスのようにこう、はい、あの紹介されていく映画ってことですか。そうです。でこう湯道って書いてあるから湯の道じゃないですか、はい、それくんどうして武道茶道湯道みたいなねこう道になるのはこれマイキーはどうして道って湯道って名前になったと思います。なんか道、まあ、エピソードはいろいろあるわけですよね。道っていうのはなんか湯道、うん、銭湯の話じゃないですか、うん、で、はいはい、この銭湯で日本ならではの、はい、ものじゃないかなと思っていて、で武道ももちろんそうですし、華道も茶道も日本の伝統のもの、その中に多分銭湯も入っていいんじゃないかっていうことで湯道っていう名前がついたんじゃないかなって思ってて、でなんだろう、こうやっぱり温泉に浸かるっていう文化が日本人はやっぱり、うん、あるんじゃないかなって思っていて、でその温泉に入ることによってこう、うん、気持ちが整う、うんうん、ね、っていう何でしょう、だからよ、なんで言うこの銭湯の話やなっていうオムニバスがありますと、はい、いうそれぞれの人間模様がありますと、はい、それはもうあります。それからまあ温泉ならではのっていうね、はい、いや整う、あのね、お湯に入って温まるっていう文化ってないんだよね。そうなんです。フィンランド行ってさ、あのサウナ入るじゃん、はい、ででっかい湖に飛び込むわけですよ、ね、湖もさ頭あるから頭、はい、水に飛び込むわけですよ。やっぱお湯入りてんなと思うもん。思いますよね。そうお湯入りてんのでシティの方だと、はい、あのだからまあ田舎のサウナ小屋があるようなムーミン谷みたいなところに行くと湖に飛び込むわけですよ、うん、だけどその都会だとシャワーなのね。シャワーの水を浴びるだけなのよ。でうわ湯船入りてえなって思うもん。うん、はい、やっぱりこうでね、うん、フィンランドから来たその友達に温泉連れてったら、うん、もうベリーグッドなりますね、やっぱりって、うん、でだから銭湯でもねこれ、はい、お湯に入るというこのさ習慣っていうのはさ、うん、それとこう公衆浴場っていうこの、はい、この皆さんの気持ちいい顔ね、うん、このこういろんな人間模様がありながら裸でって言ってたじゃん。裸になったら見ないしょよっていうところでここでね俺ねちょっとね話長くなるといかんけど、東京にね19歳でほら行ったじゃないですか、俳優のあのあれでね行ったじゃないですか。その時ね初めも貧乏なんですよ。もちろんほらもうまだ19歳だしバイトやって、それでそれ銭湯行くのがさ疲れてるの体をその楽しみでさ、で俺ねこれねええ話なんで別の時の話したいんですけど、それなかなかね風呂入る金もなくて、うんうんうん、バッチリのダメじゃないですか毎日朝から、はい、だからねあの公園でね水浴びしてたんですよ。そうあのこういう出るのがあったからただだからそれで体洗ったりしてたらさ、うん、やっぱ下町の商店街のだったのよ。そこの出先のところに銭湯があって、うんうん、その噂を聞きつけた銭湯のおばあちゃんが、うん、なんかあんたさうちでバイトやんないって言うのよ。うでさ、うん、俺ガソリンスタンドで天候でバイトしててさ夜訓練してるじゃん、うんうん、もうバイトやってるしもうこれ以上働けませんって言ったらさ、うんうんうん、あの俺がほら水浴びしてるって噂を聞いて、うんうん、いいのそうじゃなくて最後に皆さんが帰ったら私お風呂洗うのよねって、うんうん、そのお風呂を洗うのをちょっと手伝ってくれたらお風呂はただで毎日入り放題、しかもコーヒー牛乳をつける。いやー最高。
そしてアンパンが売ってたんですよ、はい、アンパンとコーヒー牛乳だけつけるからそれで私をお手伝いしてくれないって思いやりですよ。めちゃくちゃ優しいじゃないですか。優しいでしょ。なんかもうね、もう時間なんですけど、そう、入りたいと思ってその話をしたんですよマイキー、はい、俺ここに1個載せてたしね、そう、はい、そういう話でしょ。でも結局ね、そうなんですよ、うん、本当に人とのつながりのお話なんです、うん、合ってる、合ってます。もう師範さすがです。いや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 だからそれもね誘導なんですよ、うん、ねえ、だからもうね、なんか銭湯ってね本当心温まる場所です、うん、本当にね、うん、なくなってほしくない文化です ね、うん、ねちょっとずつほらスーパー銭湯もいいけど、はい、なんかこうこういう小さいね下町の銭湯さん、うん、もう本当にねこう文化としてね残していただきたいなというふうに本当に心から思うこの、うん、まいちゃんすいません俺ジャックしちゃったかもしれません。いやいやもう全然全然もうありがとうございます。はい、あたくさんなんか、いっぱい見てますか。あこの映画ぶりだ絶対見れない。さこれはさっきのやつだごめん誘導じゃない白熱さんはいはいはい、いやもうさすがに 400m は怖すぎですってさっきのあれにね書いてあって、もうねもう、はい、もう皆さんありがとうございます。もう たくさんいつもねコメントもこれからもコメント本当楽しみにしていますので、うん、あの皆さんもう本当にご遠慮なくどしどしねコメントね、はい、映画スペシャルに限らずですけど、うんうん、コメントいただきたいと思います。白熱さんも満島さんもありがとうございます。はい、ちょっと大幅時間をオーバーしてしまいました、はい、今日は誘導でちょっとね盛り上がっちゃいまして本当にねはい、マイキーのこまごまし撮影会もそうですけど、はい、これから春に向けてね、皆さん楽しいことをたくさんこうやっていきたいと思いますので、ぜひこれからも、プレマ TV およびアラハン、応援いただきたいと思います。それでは、次回のあれで、ですね、うん、シャンとマイキーの武道空手健康から、うん、健康空手教室です。はい、では、次週もまたよろしくお願いします。それでは今日はこれで失礼します。タメガジュンと八塚舞のアハン、また来週。